はい、続いてはアイアン基本レッスン2に入ります。このステップ2では腰のラインの位置で、正しいプレーンに入っているかどうかを確認していただきます。まずこのようにクラブをセットしてください。下に2本このように並べてあります。まず前方のクラブはまた球の出だしを確認するためのクラブです。こちらのクラブはアドレスをした際に右肩の下にクラブをこのように置いてください。この方向ももちろん目標方向に平行に並べるようにしてください。この右側に置いてあるクラブをバックスイングの腰までの位置のところで真上から見た時にこのクラブと下のクラブが重なり合うポジションが正しいポジションになります。ここでテイクバックはまっすぐ来ているのにここからこのようになってしまうとこのシャフトラインとこのシャフトラインが交差してしまいます。このポジションではハーフウェイバックではこのシャフトラインが真上平行になるように意識をしてバックスイングを作っていきます。ここも手首を使わずに体を捻転していけば自然にこの形になります。難しく考えずにこのままスッと回してみてください。ここで正しいポジションにいるかどうかチェックしていただきたいポイントはこのように構えているところから小指を離します。薬指を離します。中指を離さずに持っています。人差し指を離します。この1本だけで下側は支えられています。ここからハーフウェイバックを作りこのようにしたら親指も浮かせます。このように接している点がこのポジションと中指でこのように重さを支えています。これをこのハーフウェイバック来た時に一度離してみてください。このようにした時にクラブが支えられていれば OK です。スイングプレーンがずれているとこの2本で支えることができません。この形前に行っても倒れてしまいます。正しいポジションでしかこのポジションは作れません。ハーフウェイバックのこのポジションを、ステップ2ではしっかりと確認してボールを打てるようにしてください。ここがこのようにまっすぐ行けば飛び出し方向がまっすぐ飛んでいきます。ここで何度も、繰り返し練習をしてください。先ほど指を離したこのポジションに力が加わらないようにこの2点だけで少しグリップを持つような意識でハーフウェイバックまで持っていくと自然に綺麗にいい形が作れます。何度もここのハーフウェイバックのラインをチェックして練習をするようにしてください。ここまでできましたらステップ3に入ります。以上でステップ2を終わります。